ロシア語の雑誌に掲載されたナーダの写真。1910年代後半、ナデジダ・ミハイロブナ・マウント・バッテンは、ロシア出身のイギリス貴族夫人。第2代ミルフォード・ヘイブン公爵ジョージ・マウント・バッテンの、妻。出生時の名前は、ナデジダ・ミハイロブナ・ド・トービー。ロシア語名は、ナジェージダ・ミハイロブナ・デ・トルビ。相性はナーダ。 ロシア皇帝アレクサンドル三世の重帝にあたるミハイル・ミハイロビチ大公とその妻のメーレンベルク伯爵夫人、ゾフィーの間の次女としてフランスのカンヌで生まれた。両親の結婚はロシア提出の家内法に定触する帰位結婚だったため、間に生まれた子供たちはロシア提出の正式な生員とは認められなかった。ナーダとその姉アナスタシア、弟ミハイルは 母が結婚に際して、おじのルクセンブルク大公アドルフから与えられた、トービー白爵の称号を名乗った。母方の祖祖父には、貴族で、小説家のアレクサンドル・プーシキンがいる。プーシキンの祖祖父は、アフリカ系黒人で、貴族、少々であったアブラム・ガンニバルである。第一次世界大戦中の1916年11月15日に、ロンドンにおいて、 ドイツ系貴族のバッテンベルク公、ルイス・アレグザンダーの長男ジョージと結婚した。夫は、ビクトリア女王の彦の一人として、イギリスのオルダーニー子爵の爵位を有していた。翌1917年に、ー都のバッテンベルク公がイギリスに帰化して、ミルフォード・平文公爵を受けたのに伴い、夫が同公ら位の相続人として、 メディナ伯爵の儀礼称号を帯びたため、メディナ伯爵夫人となった。1921年には、夫の就職により、ミルフォードヘイブン公爵夫人となった。ナーダは1934年、欧米の注目を集めていたアメリカ合衆国の、鉄道をバンダービルト家のお家騒動に巻き込まれた。グロリアローラ・バンダービルトの養育権をめぐる、裁判中、その母親、 グロリア・モーガン・バンダービルトの元メイドが、法廷において、自分の元雇い主とミルフォード・ヘイブン公爵夫人が、レスビアン関係にある、という発言をしたのである。この件に関し、ナーダはこのメイドの証言について、悪意のある、ひどい嘘の数々として、公の場で否定している。またナーダは、議定ルイス・マウント・バッテン教の妻へ同意なとは、非常に仲の良い親友で、 しばしば二人で、世界中の様々な危険地帯、難所を冒険する旅行に出かけており、二人の間柄を同性愛だとする噂が囁かれていた。夫との間には、タティアナ・マウント・バッテン、第三代公爵となるデイビッド・マウント・バッテンの一、難一条を設けた。1938年に、夫と死別した後、1963年に、カンヌで死去した。 ありがとうございます。